おお、それはちょっとひと技ですね、これね。ひと技。めっちゃうまそうっすね。うまそう。どうもラビオさん、デューズです。はい、ということでさ、今回はね、コラボ動画でございます。おそらく、コラボ回数でいうとトップじゃないですかね。皆さん、おなじみのゲストになりました。この方にお越しいただきました。どうぞ。どうも、休日課長です。よろしくお願いします、休日課長。いつもありがとうございます、はい、本当に。いや、本当にございます、はい、身を疑うようなニュースが飛び込んできて、課長から LINE が来て、レシピ本の番宣でここ来ていただいたんですけども、はい、その時に、はい、放送ご飯対決みたいな感じでいただいたんですけども、はい、そのレシピ本がなんと、衝撃のドラマ化されることになりました。レシピ本がドラマ化ってどういうことですか？いや、ちょっと僕も意味が分かってないんですけどまあ、この妄想ご飯っていうのはまあすごいしっかりとした、自分で言うのもなんですけど、レシピ本なんですけど、まあ5章ぐらいあるんですけど、妄想エピソードがね入ってたんですけど、ありますね。これをなんかラジオとかでドラマ化したいなみたいなことを言ってたら、関係者の人が聞いてたらしくて、でダメ元で企画書書いたらなぜか通っちゃったらしいっていう、もう奇跡の連続。すごいですね。で、いや、びっくりしましたね。最後リュウジさんとね、妄想レシピ対決、妄想レシピ対決しましたね。しかも和田雅夫役が高杉さんっていうのもどういけね。課長も出るんですか？さあどうでしょう。それはお楽しみ。さあどうでしょう。実際見ていただいてね、はい、でこれはどこでやるんですか？テレビ大阪さんでやるんですけど、はい、BS テレと TVer とか光 TV とか、はい、見れるみたいです。はい、ということで、はい、今回は妄想ご飯から作っていただけるので、はい、作ります。妄想しながら、繰り広げながらですね。繰り広げながら、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介をお願いします。ナス、ナス2本。まあ、やっぱり彼女の分もね、やっぱ必要なんで2本です。で、夏野菜ですからね。もうそして豚バラ、この2つ。そんなシンプルでいいんですか？はい、あのなぜならナスの肉巻きなんで。あ、ナスの肉巻きなんですね、はい。調味料はじゃあ概要欄の方で、はい、あの説明しますんで、そちらチェックしてみてください。はい、はい、じゃあ早速調理開始。はい、よろしくお願いします。じゃあすいません、あの開始するということで、ちょっとレモンサワーをちょっと、はいはい、持ってきますんで、はい、じゃあ乾杯で。乾杯。ありがとうございます。僕もレモンサワーです。ということで儀式も終わりましたので、はい、じゃあ早速では調理の儀に移らさせていただきます。はい、お願いします。はい、ナスにまず名前を付けるところなんですね。そういう妄想なんですね、はい、これは誰を思って作るんですか？はい、本にも出てくるトモコ。はい、トモコ、はい、はい、ニューヨーク在住、ニューヨーク在住、はい、幼馴染このトモコが突然東京にやってきたストーリーで始まります。じゃあこのヘタをね、はい、はい、ストーリーを載せながら、載せながら、はい、切っていきます。はい、まあ、最初半分に切りましょう。はい、はい、4等分ですね、うん、あの最初の形からするとね、はい、こんな感じで4等分に、はい、はい、僕でもナスの肉巻きのレシピないんですね。あ、ないですか？ないですね。ありそうかなと思って、まあ、1本4等分にします。はい、まあ、太さによって、うん、まあ、食べやすい大きさに、まあ、その彼女の口の大きさに合わせて。あ、なるほど。トモコは実はトモコはわりかしバクバク食べるタイプ。バクバク食べるタイプなんですね。なんでまあ4等分で。なるほど。設定が細かいですね。あ、そう、そういう、まあ、そういう感じでやらせていただいてます。OK です。はい、はい、調味料を調合しておく。はい、はい、今回ですね、中華風ナスの肉巻き。中華風です。はい、あの、トモコも大好き中華風。味噌ですね、大さじ1、はい、大さじ1。あ、いいですね、ペロッといけました。はい、で、砂糖小さじ1で3杯で、3杯で、はい、お砂糖が入るんですね。砂糖が入ります。酒大さじ2。大さじ2。じゃあ味噌だれを作っていくような感じなんですね。そうですね。もうこれちなみに今ナスの肉巻き作ってますけど、うん、野菜炒めとかで、お、はい、中華風野菜炒めになる。おお、はい、じゃあ中華風の味噌だれみたいな感じで、うん、味噌だれですね。はい、醤油が小さじ2。小さじ2。お醤油も入るんですね。はい、ケチャップを小さじ2。ケチャップ入れるんですか？はい、ケチャップ入れるんですよ。これがまたね、ここがちょっと僕ないですね。もうちょっと酸味プラスするみたいな。味噌とケチャップ合わすことがもうほぼないので、僕豆板醤が小さじ1です。はい、辛いの好きだなって人はもうちょい冒険してもいいんですけど、はい、混ぜとくと、うん、
まあ後々使いやすいので、うん、これはじゃあなんかドラマの中にも妄想ご飯っていうのが結構出てくるって感じみたいですね。そのレシピとかがおグルメ的な目線でも見られるっていう。そうなんですよ、ね、しかもなんかミュージックビデオ風って書いてました。調理シーンがミュージックビデオ風って僕まだ何も知らないミュージックビデオ風なんですか、はい、ちょっと今見たくなりますね。でも僕もまだ想像できてない部分多いんで、あとはあの巻くぐらい、もう巻くだけです。わかりました。じゃあ巻きに行きます。はい、一回ですねこの塗る、お内側に、へえ、それはちょっと一技ですね。これね、一技、まあ、これはそんなにさあの差がないんですけど、うん、太いのからだんだんキュッとなってるやつ多いじゃないですか、はいはい、その場合太い方から巻いていくと、うん、結構後々良くなります。あの焼いてる時に太い方が剥がれやすくなるんで丁寧に、で内側にやっぱりこう味噌塗ってるんで味がこう焼きながら入っていくんですよね。ナスに入っていくんですね、はい、トモコのために、トモコのために、トモコのために、はい、こんな感じで、はい、でまあこう端出しとくと、あ中ナス入ってるんだっていうアピールできますんで。なるほど、はい、ちなみに、はい、課長は2人で料理するタイプではない感じですか？やったことあるんですよ、3人ぐらいで。やったことあんだ。やったんですけど、うん、なんか感じ悪かったらしいですね。集中すると、はい、相性が悪くなるタイプなんで。なるほど、切れられたことありますね。はい、まあこういう風に丁寧にね、一、はい、枚一枚、はい、塗るのがちょい面倒くさいかもしれないんですけど、はい、まあこれやっとくと後々うまいんで。トモコ今何やってるんでしょう。なんかなかなか会いに来てくれないんですけど、いつも家帰っても一人ですし、ただいまって言っても誰も答えてくれないし、はい、妄想ツイートがあってからこそのドラマかなんでね、はい、そうですね、結び終わりを上にしとくとですね、うん、後々いいので。なるほど、巻くときにですね、結び終わりね、はい、終わりを大事ですよね。そう、最後に上にこうして全部上にしてるんですけど、そこから焼いていくとそこでこう閉じられるので。ということで、じゃあ焼きの工程で。そうですね、はい、はい、焼きます。焼きましょう、はい、じゃあそれでは焼いていきたいと思います。お願いします、はい、これはサラダ油で。そうですね、サラダ油でまぁ、あ、ちょっと熱してですね、油ちょっとあったかくなったら巻き終わりを、終わりを最初に焼いていくってことですね。そう、これはでも巻き物はそうですよね。そう、これね、ポイントなんですよ。万が一剥がれちゃったら、それはそれで2人の愛の記憶ですから、まあね、失敗すらも愛の記憶ですから、結構ね、カリッと焼いちゃっていいんで、はい、タレ、ケチャップ入れるのってのは珍しくないですか？だから、カチャ結構、ケチャップ結構使いますよね。そうですね、かなり勉強になります。あ、本当ですか？これ、トゲのない酸味なんで、結構使いやすいというか、あ、こんな感じで、あ、いいですね、はい、火加減は中火で大丈夫。中火、強めの中火で。強めの中火、はい、あ、結構パリッと焼いちゃうんですね。焼いちゃいます。うまそうっすね。もうこれだけでちょっとここに歯応えが残るぐらいにします。トロトロではなくてないっす、ね、みたいながまだ残るぐらいまで残ってれば成功なんですけど。新しいですね。そうなんですよ、まあ、確かにね、夏はね、塩もみとかすると、ね、あの生でも食べられる野菜なんで。面白い。あ、で、残ったタレもここでかけて、はい、タレを入れます。タレを、残ったタレを入れます、うん、さっき塗っただけだと外側に味がつかないので、はい、こう絡めていく。これでちょっと煮絡める感じ。そうですね、はい、めっちゃうまそうっすね。うまそう。煮詰まり具合はこんな感じで、もう、はい、はい、この絡まるぐらいがいいですか？はい、もう絡まるぐらい。これで持っていきたいと思います、はい、じゃあ、盛り付けます。はい、はい、じゃあ盛り付けお願いします。そうですね、はい、じゃあトモコ分を盛り付けましょうかね。トモコ分を、はい、はい、宣伝の色かな、いい色してる。やっぱね、あのあるあるですね、料理好き男子あるあるで、自分は余ったのでいいみたいなね、重ねる感じで。重ねて、でこれがもう特級品なので、ちょっと煮詰めたタレを垂らしてやるとね、これ、おお、うまそ う、こんな感じですかね。完璧でございます、はい、はい、中華風ナスの肉巻きです。完成です。完成です。それでは、はい、本当はトモコだったらよかったんですけども、今日はリュウジでお願いします。ありがとうございます、光栄です。はい、はい、いただいていいですか？はい、お願いします。私、トモコになります。うまそうだね、これね。じゃあいただきます。言ってた意味が分かりました。ナスのトロトロじゃなくて、ちょっと火が入ったところとナス本来のクニュッとした感じがまだ少し残ってる、これがすっごい食べ応えありますね。よかった、これはうまい。トモコになっていただけます。トモコ、そろそろ、トモコです、もう私は。もう食べていいかな、うん、うまい、これ。
うん、あ、美味しい。味噌にケチャップ入れるとこんな感じになるんですね。これ材料がナスと豚肉だけなんで、うん、本当に簡単なんで、めちゃめちゃ美味しいですねこれね。わ、嬉しいな。酒に合う。そうなんですよ。トモコはお酒は飲まれる？まあ結構飲むんですよね。結構飲むんだ。この方が先に寝ちゃうんでそこまで設定あって、はい、お酒合うってことは絶対ご飯にも合いますね。そうですね、ご飯めちゃめちゃご飯にね、ガンガン乗っけて食いたい、うん、課長ありがとうございます。今回は僕と課長の日本撮りなんで、次回は僕が妄想しながら、うわー楽しいな、僕のレシピをねやらせていただこうと思いまして、楽しみです、はい、楽しみです、はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。お願いします。すごい強いんですよ、お酒。あ、課長のが弱いと。弱いんですよ。ああ、なるほど。結構強いですね。作ってくれてありがとうって言って、うん、ちょっと晩酌しちゃうような感じ。そうですね。あ、で付き合うんだけど、はい、もう先にちょっと眠たくなっちゃうと。気づいたらベッドで寝る。ベッドで寝ると一緒に。僕は一人で。一人で寝てますね。トモコどこいるんですか。あ、僕あの人と同じ部屋で寝れなくて。中学生っぽいですね。人が隣にいると眠れなくて。あ、なるほど、はい、まあ、そうでもいい話でしたね。いやいやいや、ここはあのちゃんと使いますんで、は